ジャニのお下がりでまだ仕事寸の平野章、黒鷺続編報道に反発続々、海外進出、宣言の裏で指摘される日本の番組だすぎ問題。現在ナンバーアンダーラインアイに所属している平野翔が、ドラマ、黒鷺 t b s 系続編の主演に内定したと、8月2日の週刊実話ウェブが報じた。写真あり、ソロで世界デビューが噂される平野翔。 記事によると、続編の放送は2025年秋を予定しているという。クロサギは2006年に山下智久さん主演でドラマ化され、2022年に平野さん主演でリメイクされたんです。2022年版の最終回では、クロサの旅は続く、とテロップが表示され、続編を匂わせるような終わり方でした。しかし、第3話が放送された日、 平野さん、岸優太さん、神宮寺優太さんがキングプリンス脱退を発表し、続編どころではなくなっていたんです。それでもドラマの人気自体は高く、過去にも続編の動きは報じられてきました。2023年10月には、初代クロサギの山下さんをゲストに、TBS 内で続編制作が計画されていると、女性自身が伝えています。 いよいよ話がまとまったということなのかもしれません。芸能記者。だが、喜ぶ声ばかりではない。X では、今回の報道に反発する人々の声も上がっている。クロサギ大好きだから嬉しいけど、ほんとなんでジャニーズ辞めたん顔文字笑いこの仕事の選び方じゃ沈みゆく泥船から乗り換えたかっただけとしか思えないよ。 スノーマンやキムタクとか CM 失ってんだけどドラマやる意味わかんないわー、海外進出したくて、事務所辞めたんだから CM やドラマじゃなくてヒップホップで海外進出しててください。ええ、ジャニーのお下がりでまだ仕事すんのわら。反発の一因には、平やらがキングプリンス級ジャニーズ事務所を脱退する際に語った海外進出、宣言が挙げられる。 三人の脱退理由は、海外進出をめぐる方向性の違いだと伝えられてきました。実際、世界を目指すための脱退と言われれば、ファンも納得せざるを得なかった。しかし、脱退後は、滝沢秀明氏率いる戸部で即座にナンバーアンダーライン愛を結成。最近は、音楽番組やイベントへの出演頻度が増え、平野さんは日テレの特別番組。 サンピープル一ミニッツで地上波の書 MC を務めるなど、海外進出宣言とは裏腹に、日本のテレビ番組において存在感を増しています。その上、旧事務所時代につかんだ主演ドラマの続編も行われるとなると、キンプリジャイのファンたちは複雑でしょう。さらにややこしいのは、キンプリ残留組である長瀬連高橋海人さんも台湾を足がかりに、 世界進出を視野に入れていると報じられていることです。ファンの間では、結局5人全員が世界を目指していたのなら、なぜ脱退したのかという疑問を紛失しています。前室、芸能記者。今のところ、日本と世界、どっちつかずな印象ばかりが目立つナンバーアンダーライン愛。いいとこ取りは成功するのだろうか